ました。小泉の一発。動き出してコロッカーシュートは大久保のマイナス、ゆかの後ろから小泉だ、しのぎました。一気にスピードアップしましたもんね。はい、小泉切り返してここ出れるか、左足に持ち返した、嫌波が残っています。フリーで小泉引っ付けてサイドが、小泉斜めに関根が出ましたが、平野の斜めに入れたボールです、ね、関根スルーパス、はい、またいで後ろから飛び込んできました。でユンカの頭、その前に吉野取って、小泉右足振り抜いた、キーパー弾く、小泉が走る、すぐさま瀬戸が前に立ちます、左足を上げたチャンス、ヘディングシュート、ナイスキーパー江坂。小泉の縦パスです、シュート、そうスピードが足りなくてリズムが下がりました。小泉フリック、武藤、いやここうまく崩しましたね、まあサイドで、しかしながら、はい、まあ、嫌な位置で取られないということは、ね、大事だと思うんですけれども、はい、前に来たゴールも、そうですね、ボールが体から離す、次に触れるところに置いておきますから、はい、相手が来た方向の逆を常に取れるという、ってくるボールでした。これもいいキックでしたね。あ、いいキックですね。お、小泉うまく反転、クロス入れる、ヘディングシュート、ポスト、小泉に入った、小泉前を向いて裏へのボール、これは抑えるディレイかどうか、杉本行ってシュートは来た、田中がもらった、小泉パス、江坂、小泉まだある、小泉、おお粘った、小泉パス、あわないか、落とした、小泉、大久保、パスが流れたところ、小泉カット、倒れてますが、プレーオンで小泉にボールがつながる、中にゆるきがいる、引っ付けて折り返してきた、右足、
イが入ってます。左足狙った。おお。小泉の左足。見事。だからまあ小泉のこのサポートも良かったですね。このパンチの質もしっかり。いいな。小泉。このシーンにユンカーがリターンを受けるワンタッチコール。うまい。ワンタッチも空間に落としてさらに。スピードですよね。ユンカー関根追い返す。ユンカー、あ、中央は最後小泉でした。小泉で受けると、でそこから前が来たんですけど、はい、まあそこ小泉に入れた。小泉が粘った。小泉の左足、うん、本当に両利きの選手だっていうところが、今のねボールの運び方もそうですし、シュートまでもね素晴らしかったですね。